ハマナスは新日本海フェリーが運航するフェリー。三菱重工業長崎造船所で建造され、2004年7月2日に就航した。船名は北海道の自然を代表するハマナスに由来する。新日本海フェリーの船舶としては、フェリーハマナス、ニューハマナスに次いで3代目である。先に高速化された敦賀航路への輸送量の集中を是正すべく、舞鶴航路の高速化を図るべく、速力 30.5 ノットの性能を持ったフェリーを検討し、敦賀航路のスズラン型に準じた形での高速化を行うと膨大なエンジン出力を必要とすることから、新たな形として、ハイブリッド型 CRP ポッド推進システムを導入した。世界初のハイブリッド型 CRP ポッド推進システムの採用により、シップ・オブ・ザ・イヤー04を受賞している。新日本海フェリーハイブリッド型 CRP ポッド推進システム、小樽フェリーターミナル1階待合室に展示されている、ハマナスの模型三菱重工業が開発した。ハイブリッド型 CRP ポッド推進システムを世界で初めて採用した大型高速フェリーである。通常線形の大型フェリーとしては日本最速の航海速力 30.5 ノットを誇り、試運転では最高速力 32.04 ノットを記録した。本船の就航により航路の所要時間が片道29時間から20時間に大幅短縮され、2隻での毎日運航が可能となった。また、全長 224.5 メートルも、国内のフェリーとしては最長で200メートルを超えるため、海上交通安全法で巨大船に分類される。ハイブリッド型 CRP ポッド推進システムは、ディーゼル式によって駆動される一軸の可変ピッチプロペラと直後に設けられた電動ポッド推進機を二重反転プロペラとして、逆方向に回転させる推進システムである。旅客フェリーでは、喫水の制限によるプロペラ直径の限界、機関故障に対する冗長性などから一般的に二軸推進が採用されるが、プロペラ軸を支持するシャフトブラケットなどの付加物により、一軸推進と比較して抵抗が大きい欠点があった。ハイブリッド型 CRP ポッド推進システムでは、一軸推進とアジマススラスターの組み合わせにより、冗長性を確保しながら、抵抗性能を大幅に改善、二重反転プロペラによる、プロペラ回転流回収効果などと合わせて、従来の二軸推進と比較して、燃料消費量を 13% 削減した。また、ポッド推進機の採用により、港内の操船において優れた操縦性能を有することとなった。電気推進は変換損失により機械駆動と比較してエネルギー効率が劣るが、推進方式の分担によってそのデメリットを軽減している。線形及びプロペラの設計には数値流体力学によるシミュレーション解析が用いられ、試験水槽での模型検証が繰り返し行われた。主機関としてバルチラ製中速ディーゼル機関を4機搭載しており、2機が減速機を介して主プロペラを駆動、2機が主発電機関としてアブ製電動ポッド推進機に電力を供給する。2系統の駆動系統は完全に独立した構成となっている。主プロペラとポッド推進機の出力バランスは自動制御システムによってコントロールされており、常用航海中に使用する主機テレグラフから同時に加減速する CRP モード、港内操船時に操作リモコンからそれぞれ独立して操作するマニューバリングモードを備える。船体は7層の全通甲板を有する船首船橋、中央機関室型の全通船道構造で、下層から順に1から7甲板と呼称されており、1甲板は中央及びその下部が機関室、後方が乗用車搭載区画、2甲板及び3甲板は大型車搭載区画、4甲板は後方が乗組員区画、前方が旅客区画、5甲板及び6甲板は旅客区画、7甲板は操舵室及び乗組員区画となっている。同型船として明石や準同型船として水船、スズランが建造された。日本海を北上中のハマナススズラン、水船の就航に先立って2012年4月1日に等級呼称が変更された。また、ツーリストへの改装が行われ、旧2等室は22室のうち右舷中央より2室を除いて寝台化され、旧2等寝台も含めてセパレート型2段ベッドが導入された。この改造により、旅客定員が820名から746名に減少した。2017年5月4日小樽港停泊中のハマナスパブリックスペース教食、物販設備入浴、利便設備娯楽設備2016年の定期検査は2月24日から3月20日までの予定で三菱重工業横浜製作所本木工場に入居したが3月20日の試運転で整備に時間を要する問題が発生したためドック期間が延長された。当初は3月21日の小樽発の便から運航を再開する予定だったが、4月11日の小樽発の便からとなっている。アカシアも1往復を欠航として整備を行った。ありがとうございます。